ももちゃん、何してんこれ。ちょっと待って、これ結構高い高い、これジャケットやで、これ一応コツコツ食べて。一応ももちゃん、そんなところまで浮かんでもええ。中野さん何してんすか。いや、ここ濡れてるかな。濡れてないっすよ。何してんすか。どうしよう、ちょっと。違うかな。何してんすか。いや、これ結構高かったんですよ。コツコツ食べて10万円のこれ。10万円。ちょっと何してんすか。もうどうしたら許してくれますか。いやいやいや、まあ許すも何もあれやけどさ、なんでこんな10万みたいないい服着てきちゃってんのよね。そりゃ気に入ったやつやから着てくるでしょ。そんなあなたも悪いわよ。ごめんなさい、気にします。いやいやいや、もうそんなええよ別に。もうしゃあないよ、もう怒ってもうたもんやから。しゃあ、もうでもしゃあないとか言われても気にしちゃうし。でも私10万円なんてお金持ってないし、お詫びに何でもします。いやいや、いいわ。あ、そうだそうだ、赤井さんちお家に泊まり込みで1ヶ月ぐらい炊事洗濯掃除全部やります。泊まり込みで。うんうん、頑張ります。1ヶ月ただでやらせてください。まあそれやったらな、それやったら、うん、まあ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 全然。じゃあそれで許してくださいね。え、まあまあまあ、いや、おかしいでしょあなた。泊まり込みで やって大丈夫なの。大丈夫です、私家事得意なんで。はちょっとあなた良かったわね。こんな可愛い子が家に泊まり込みで炊事洗濯掃除全部やってくれるんだって。いや、まあ願ったり叶ったりよね。でもよかったじゃん。ああ、ちょっと中野さん、あ、ごめんなさい。何してるんですか中野さん。ちょっと、いや、大丈夫、大丈夫です。え、大丈夫です。え、大丈夫です。大丈夫です。いやいやいや、大丈夫です。いや、お詫びに、はい、私あの泊まり込みで、はい、家事洗濯掃除全部する。大丈夫です。私がする。大丈夫です。え、いや、するんだから。大丈夫です。え、何、許してくれるの。はい、許しました。あ、じゃあもうちゃん許してくれるんだって。え、本当嬉しい、よかった。許さないです。え、なんで。なんで。いや、だって、いやいやいや、なんで、なんで。お母さん、私も許してください。ごめんなさい、またこぼしちゃった。はい、家事2ヶ月に増えました。え、1ヶ月増えた。あ、じゃあ大丈夫、その1ヶ月ね、私がやるから。うん、そういう権利を譲るとかないですから。だから1ヶ月1ヶ月でいいんじゃない。うん、え、譲るとかないですから。ないって何よ。中野さんは論外ですんで。論外って何なのよ、ちょっとおかしいでしょ。許します。え、何を許すってなんで。何、私を家に入れたくないみたいな。大丈夫です、敷居をまたも。大丈夫です。大丈夫。え、もう私は。じゃあ大丈夫で。許しません。おかしいでしょ。大丈夫です。ももちゃん許さないで、私許すってどういうことよ、ちょっとあなた。え、許します、許します、許します、おかしいでしょ、ちょっとでしょ。ももちゃんは許さないです。なんで、なんでよ、なんでよ、おかしいでしょ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、これ許します、許します。ももちゃんは許しません。まあ、三ヶ月、四ヶ月。いや、おかしいでしょ。これは私はどうよ。許す、許す、許すじゃないでしょ、あなた。許すじゃないんで。すいません、お帰りください。おかしいでしょ。許す。JR 中野駅南口レンガ坂通りにあります居酒屋十七番地。焼酎や日本酒の種類が多く、焼き鳥はもちろん海鮮系や揚げ物など美味しい料理も豊富なので。お酒がどんどん進んじゃうかも。酔っ払っちゃうかも。日替わりのおすすめもあるので気軽に店員さんに聞いてみてね。県のおすすめは、店内は1階にカウンター席、2階にはテーブル席があるので1階のカウンターで1人で飲むのもよし、2階で仲間と飲むのもよしのお店です。ぜひ居酒屋十七番地に飲みに来てね。太陽の光浴びながら流れてくるハッピーミュージック、どんな涙も乾いてゆく、降り注ぐ光体中に君も歌おう、ハッピーミュージック、素晴らしい日がやってくる。